9月26日月曜日、時刻は9時になりました。こんばんは、戸塚奈美子です。今日も楽天スーパーライブ TV 生放送でお送りいたします。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、ということで早速ですが、今日もゲストの方に来ていただいております。お呼びいたしましょう。秋渋プロジェクトのメンバーの皆さんです。皆さんこんばんは。私たち秋渋プロジェクトです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ではまずはこちらのカメラに向かって皆さんお一人ずつ自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、はい、サオリンこと船木沙織です。よろしくお願いします。はい、ひなひこと池田ひな子です。よろしくお願いします。お願いします。はい、みーちゃんこと田口みーろです。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。さあ、元気いっぱいの3人ですけども、はい、まずは秋渋プロジェクトをまとめてみました。こちらです。普段は7名で活動されてるんですね。はい、はい、そうです。秋渋プロジェクトっていうのはどんなグループなんですか。はい、私たち秋渋プロジェクトは秋葉原の文化と渋谷の文化の融合をコンセプトに活動している7人組のアイドルグループです。なるほど、はい、秋葉原と渋谷で頭文字を取って秋渋プロジェクト。今日のちょっと秋葉原の様子はどんなところですか。あ、なんか心の中に秋葉原と渋谷がいるっていうコンセプトなんですよ。見た目は渋谷っぽかったりするんですけど、確かにちょっと見た目は渋谷とかにいそうな、ね、中身はね、アイドルが好きだったり、はい、結構アニメが好きだったり。へー、あ、面白いですね、はい、あ、そういうアイドルということですので、皆さんぜひチェックしてみてください。あ、すごい、みんなそれぞれ、じゃ、心の中には秋葉原を持っていると、はい、いうことなんですね。はい、今日はちょっとじゃあ秋葉原の部分も見せてもらえ、はい、もらえたりもらえなかったり、はいはい、もしかしたら見れちゃうかもしれないです。垣間見えちゃうかもしれないですね、はい、じゃあ楽しみにしております。そんな秋渋プロジェクトさんをお迎えして、まずはタイトルコールいきましょう。はい、せーの、楽天スーパーライブ TV スタート。さあ、まずは本日の目玉商品からご紹介です。今日の目玉はこちら、東華堂テレビショッピング楽天市場店さんの象印 IH 炊飯ジャー極め炊き、お値段が 15,984 円です。こちらは強火で炊き続けるので芯までふっくら、最適な火加減で温度コントロール、30時間美味しく保温可能です。お手入れが楽々、内蓋は取り外して洗えます。楽天スーパーディール対象商品なので 20% のポイントバック、今だけのとってもお得な商品です。さあ、今日の目玉は私たちが出ているこの画面のすぐ下、こちらですね。今日の目玉をクリックしていただきますと詳細ページに行くことができます。ぜひこちらをクリックしてチェックしてみてください。秋、食欲の秋でもありますからね、ぜひ美味しくお米も炊いていただきたいと思います、はい、以上、本日の目玉商品のご紹介でした。続いては今日の楽天舗さんのコーナー、イエーイ。はい、このコーナーは月曜日から金曜日まで日替わりで楽天市場のショップさんにご登場いただき、おすすめ商品をご紹介していきます。ショップさんの思いやこだわりを直接聞けるチャンスです。また皆さんのおすすめ商品との出会いの場でもありますので要チェックです。さあ、本日のご登場は下関ふぐ老舗丼屋山西水産さんです。どんなショップさんなんでしょうか。まずはこちらをご覧ください。下関ふぐ老舗丼屋山西水産さんは明治12年に創業、ふぐの本場下関で魚の加工販売をしています。市場で競り落とした魚は処理施設で素早く加工、創業から130年以上安心安全な商品を提供し続けています。メイン商品のフグは昔から変わらず地元下関で獲れる天然のフグを使用、
経験豊富なフグ職人が鮮度にこだわって調理し、旬の味を食卓へお届けします。フグ本来の上品な味わいを楽しめる山西水産さんの商品、皆さんもぜひ味わってみてはいかがでしょうか。さあ本日はフグ老舗丼屋山西の店長山西慎介さんとお電話バイバーがつながっております。山西さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということでですね、まずはお店についてお話をお伺いしていこうと思うんですが、はい、どんな商品のあるお店なんでしょうか。当社はですね、私店長が毎朝3時に起きて仕入れたフグを、私がさばいてですね、まあ、皆さんですね、会社のみんなとさばいて、皆さんの食卓へフグ鍋とかフグのお刺身とかをお届けする、店舗になっております。山西さん、ご自身で仕入れに行っているんですか。はい、毎朝3時に起きて競りに行きます。じゃあ実際今日も行かれたり。そう、はい、今日も行ってきまして、今日はたまたまフグの競りの式がありまして、はい、結構ニュースでも夕方のニュースでも出てました。フグの初競りですか。はい、今からがフグのシーズンに入りますよということで、はい、フグの初競り式ということで報道陣の方もいっぱい来てました。あ、じゃあこれからがまさにフグの旬なんですか。そうですね、今から寒くなってくると、まあ、お鍋のおいしい季節になりますし、フグもおいしい季節になってきます。うわー、すごい、食べたい、食べたい、おいしい。もそして先ほど VTR にもありましたが、創業130年以上なんですよね。そうなんですね、うち私から言うとひいおじいちゃんぐらいからやってる魚屋さんになりまして、はい、やっぱりこう結構長いですよね。歴史があるからこそのこう信頼があるんですよね、はい。まあ、それを守るためにですね、私もこの代でちゃんとできるようにですね、毎日頑張ってます。おー、いやー、さすがです、さすがです。そして仕入れから全て行っているということで、やっぱり苦労とかもあるんじゃないですか。やっぱり起きるのが大変ですね。あなんかこれって寝坊しちゃったりしたことってあるんですか。うんうん、まあ何回かはありますね。はい、やっぱりそうなんですね。でもそうですよね、やっぱり早すぎるから。ねえ、他にもまあその日によってやっぱりフグの品質とか変わってきますものね。もちろんですね、毎日変わりますんで、はい、やっぱりそれを見極める目というものを山西さんお持ちということですよね。まだまだこれからですけど、まあ、一応毎日フグ見て頑張って仕事します。うわ、下関はやっぱりフグの産地でもありますよね。フグ の, 流通がまあ日本一でですね、すごい、まあ、日本各地からフグが集まってきますので、まあ、それを目利きして、まあ、鮮度がいいものを見て、まあ、それを仕入れてるっていうことですね。お、まあ、山西さん先ほどお話にまだこれからですけどという言葉もありましたが、何かこう先代からいろいろフグの目利きとか伝授された部分ってあるんですか。はい、いや、もう毎日フグを見ろとへえ、もうその結構ざっくりとしたアドバイスなんですか。まあ、でも今そうですね、今も私も毎日見てますけど、やっぱ毎日見ないと、うん、目の輝きとかがやっぱ違うんですよね。あ、はい、目の輝き、そんな見たことないですもん。こちらなんかそんな、なんかそんな見れるものじゃないじゃないですか。正直水族館とかでね見るぐらいですから、はい、すごい。まあ、そうですね、はい、いやでも仕入れもまあもちろん大変ですが、その後の仕込み処理もやっぱりフグは大変なんじゃないですか。うん、そうですね、私も一応フグの処理師免許持ってますんで、はい、まあ、それをさばいて、まあ、しっかり早いうちに加工するっていうことがやっぱ一番大事ですね。あ、やっぱり鮮度というのも大事になってくるんですね。はい、鮮度が一番大事じゃないですかね。これ仕込みは山西さんご本人でやられてるんですか。まあ、私も含めて従業員さんもいますんで、はい、朝みんなパートのお坊さんとかもいますんで、あ、職人さんもいらっしゃる。はい、一緒にさばいていろいろ加工してますんで。いやー、すごいな。
あの、はい、ご自身で試食したりもするんですか？まあ、あの一応作った時はやっぱ食べますよね。おー、いいな。ちょっと羨ましいっていうね、思うところもありますけどね、はい。さあ、そしてあの先ほど VTR になんかこう海に向かってお札とかを巻いてるなんか儀式みたいなのがあったんですけど、 あ、はい、あれって何なんですか？あのフグのまあ放流なんですよね。あの毎年そのまあフグが毎年放流になりますようにっていうことで、うんうん、あのまあフグ業者一堂に会して集まって、うん、フグの稚魚を放流するっていう、まあ、儀式っていう毎年やってる儀式なんですけど。へー、じゃあそういう儀式にも山西さんご参加されるんですか？そうですね、やっぱりイベントごとにはやっぱ伝統の行事なのであの参加してます。はー、すごいですね。すごいね。 あと山西さん、今後ろにアンコウっていう旗が立ってるんですけど、はい、あ、これですね。ちょっとこれも、あ、ごめんなさい、ちょっとこれも気になっちゃいましたよね。ちっちゃい、めっちゃでかいやつかと思って。いや、駅員だと思ったら、いや、ちっちゃいもの。見えますか？見えます。下関はですね、はい、アンコウの水揚げが実は日本一でして、はい、まあ、当社もあんこを売ってるんですけど、はい、まあ、まだまだやっぱりフグの方がやっぱ知名度が高いんで、うん、確かにそうですね、まあ、あんこも売りたいなということで、ちょっと今日は後ろにちょっと旗を置いてます。ちっちゃい、ミニマムな。楽天市場の店舗にもあんこの商品はあるんですか？あ、うちにも置いてますんで。お、はい、食べれるんですね、これで楽天で。で、あと後ろにね、フグって書いてある、フグじゃなくてフグって書いてあるんですけど、あ、本ですか？あ、そう、あのアンコウの後ろ、それフグって地元では言うんですか？地元はフグって言うんですよね。へー、はい、まあ、幸福が来るようにっていうことでフグじゃなくてフグって下関では呼びます。あ、じゃあそういう意味ではフグって結構縁起のいい食べ物でもあるんですね。そうですね、はい、やっぱ贈り物にされるとやっぱ皆さん喜ばれますし、はい、あのやっぱお正月とかですね、うん、そういう皆さんが家族が集まる時とか親戚が集まる時は、まあ、記念にということでフグを召し上がる方は、まあ、今でも多いと思います。うわー、やっべたい、ね、食べたいよね。食べたいです。いや、早速そんなあの山西水産さんの商品ご紹介していきたいと思います。イエーイ。ではまず最初の商品いきましょう。こちらです、どうぞ。はい、下関ふぐ老舗丼屋、うん、山西水産さんの鍋だんらんてっちりしゃぶ鍋セット、お値段4980円です。こちらはどんなセットでしょうか、山西さん。はい、こちらはですね、当社の売れ筋商品になってまして、うんうん、フグ鍋、フグのしゃぶしゃぶですね、あとフグのつみれ、3つの味が楽しめる、うん、まあ、量もたっぷり入ったフグ鍋セットになってます。うわー、贅沢な詰め合わせセットということで、このような形で、実際に楽天市場で注文していただきますと冷凍の状態で届きます。こんな感じですね、はい、はい、で産地よりのメッセージも入っています。ちょっと内容を見ていきましょうかね。まず、はい、こちらフグの身ですね、入っております。美味しそう。そしてフグのしゃぶしゃぶですね。あ、これすごい、フグしゃぶ食べたい。そしてつみれ、つみれです、食べたい。おい、そしてそしてじゃーん、フグスープも入っております。食べたい、飲みたい。わあ、ヤマニさん、これフグスープもこだわりがあるんじゃないですか？はい、こちらのフグスープはですね、あのフグのアラとか、あの中骨とかが、まあ、ありますんで、それをしっかり長時間煮込んでですね、はい、はい、まあ、それを濃縮したスープになってます。うわー、美味しいよね。でやっぱりこのフグのしゃぶしゃぶがついているっていうところも特徴の一つだと思うんですが、はい、このフグのしゃぶしゃぶはどのようにして食べるのが美味しいんでしょうか？これはですね、しゃぶしゃぶはあの、まあ、お鍋をね、お野菜と一緒にあの煮るときにですね、こう沸騰したお湯にこうしゃぶしゃぶと1秒から2秒ぐらいさっと火を通して、まあ、それをポン酢とポン酢さっとつけて食べると。あー、
しかもなんとこれポン酢ともみじおろしまでついておりますから、さすがです、はい、もうねこの一箱届けば、はい、みんなで鍋パーティーやばーい、できちゃいますね、できちゃいます、豪華な3つ楽しめますからね。なんかフグしゃぶって高い、はい、くて食べれないイメージあるんですけど、うん、これやったらもう、うん、フグしゃぶ食べれるし他のも食べれるし、ね、神な一品だと思います。本当にね、これてっちりしゃぶ鍋セットってあるんですけども、やっぱりてっちりフグのお鍋は昔から愛されてきたんですかね。そうですね、やっぱりフグは縁起物ということでですね、まあ、先ほど申し上げましたけど贈り物とかにですね長年使われてますんで、まあ、これからもフグとかをこう贈り物に選んでいただけたらなとは思ってます。確かに贈り物で贈られてきて特別な日にフグを食べる、いいよね。そうですね、嬉しい、嬉しい、これ来たらもう最高だよね、もうその日に食べる、その日今食べようって、ちょっとみんなのこのフグの鍋を食べたい特別な日はどういう日ですか。やっぱライブ前とか、あ、ライブ前、ライブ前とかライブ後とか、そのなんか元気も出そうだよね、力つける時に食べたいです。うわー、いいね、まあ、いいですね。なんか明島プロジェクトのメンバーがライブ前にてっちり食べてるんだけど、かなりなんかいい、いいよね、いいですよね、山根さんね、ぜひお願いします。ね、おすすめですね、お願いします。いや、本当にスープからすべてついているこちらのセット、ちょっとおさらいしていきましょう。下関ふぐ老舗丼屋山西水産さんの鍋らんらんてっちりしゃぶ鍋セット、お値段も4980円。このお値段だったらみんなでも手が届きそうだよね。そうですね、みんなでね、みんなで割って割り勘して食べます。そうだよね、割り勘したら結構お値段お買い得だと思います。いやー、でもこれはもう、うん、あの家族お母さんとかに頼んで買ってもらいたいぐらいの内容です。いや、こうなってくるとやっぱりみんな食べたいな。食べたいです、食べたい、食べたいです。続いての商品いきましょう。続いての商品はこちらです。続いてはこちら、下関ふぐ老舗丼屋山西水産さんの天然ふぐ鍋ふぐつみれセット、2人前から3人前、お値段が3480円です。山西さん、こちらのセットの特徴はどんなところでしょうか。はい、こちらはですね、フグ鍋とフグのつみれが楽しめるフグ鍋セットになっております。うんうんうん、お値段がですね、はい、先ほどよりお買い得ですね。はい、そうですね、こちらはあのお客様からの要望もありまして、やっぱりあのまあ、すぐて高いんじゃないのっていうところで、贈り物にもなかなか選びにくいということで、まあ、少しお値段を下げた風鍋セットを作ってくれないかっていう、まあ、要望もありましたので、はい、まあ、それに基づいて、まあ、あの私が考えた商品になってます。わ、ありがとうございます。さあ、ということで、はい、3人が食べたいと、はい、じゃーん、スタイル、待ってました。ありがとうございます。じゃあちょっとですね、お鍋ありますので、じゃあ、すごいいい匂いしてる、ね、すごい、本当にいい匂いしてるんですよ。いい、じゃあちょっとね、これ装わせていただきます。私がありがとうございます。ハイフグのつみれもしっかりと入っておりますのでね、初めて食べます、はい、フグのつみれ今日。あ、本当ですか。はい、やばい。これもう、はい、自家製のつみれなんで、ぜひ食べてください。ありがとうございます。切り身も入ってますから、やばい、これやっぱりゴロゴロと切り身も入っているのが特徴ですよね。そうですね、はい、あの食べやすいサイズに切ってますんで、はい、じゃあちょっと3人にもね、はい、食べていただきましょう。こちらの入っているものなんですが、フグ鍋用の切り身、フグつみれ、ポン酢、もみじおろしとなっております。いいでしょ。いいですか。はい、皆さんで食べてください。いただきます。どうぞ。いただきます。さあ、どうですか。おいしい、やばいですね、おいしい。ちょっとじゃ あ今つみれ食べてますね。つみれのお味はどうですか。めっちゃ柔らかくて、うん、おいしいです。なんか初めて食べました、うん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 、しっかりしてます。なんか、うん、なんつんですか、その食感が食感です、うんうんうん、で切り身はどうですか。いや、
もうこれ美味しすぎて、うんうん、あのなんだろう、この値段じゃダメな気がします。確かに本当にそうなんですよ、ね、なんか本当のやつ、あの冷凍とかなんかそういうやつじゃなくてお店で食べるって感じがします。やっぱりこだわってますよね、うん、山西さん。ありがとうございます。うもうこれはですね、あのふぐ鍋した後にですね、ふぐ雑炊をぜひ食べていただきたいですね。なるほど、このふぐの美味しさが出たふぐ雑炊。そうですね、ふぐの出汁が出た最後のあのフグの残り汁でフグ雑炊をしっかり食べていただきたいと思ってます。美味しそう。美味しそう。このような形でね、みんなで本当フグ鍋を楽しむことができます。でフグ、このつみれの魅力っていうところも教えていただけますか。つみれはですね、はい、あの当社独自のも配合で、うんうん、あのうちで全部作ってますんで、はい、味付けも全部こう、あ、これが美味しいやないかなっていう味付けでやってますんで、僕が美味しいなと思ってる味付けになります。はい、一番大事。美味しいです。美味しいです。美味しいです。で、このフグのつみれにはフグの皮も入っていてコラーゲンたっぷりなんですよね。そうですね、女性にも嬉しいコラーゲン入りのつみれになってます。フグって結構コラーゲン含んでる感じなんですね。あの皮にですね、うん、コラーゲンが結構含まれてまして、じゃあこのつみれはいいね、はい、なんか女心分かってますね、うん、山西さん次の日すごい肌良さそう、ねね、なんか食べた瞬間すごい体がホクホクしてきました、ね、あ、やっぱりお鍋ね、これから寒くなってくると本当に美味しいですから、うん、はい、ぜひ皆さんで試していただきたいと思います。それではおさらいしていきましょう。下関フグ老舗丼屋山西水産さんの天然フグ鍋フグつみれセット、2人前から3人前でお値段が3480円です。もちろん日本海で獲れた山口県産の天然マフグを楽しめるセットになっております。アラなしの切り身のみ、カットもしてありますので、そのままお鍋に入れるだけのとっても簡単にできちゃうセットなんです。こう下準備とかがちょっとね、めんどくさかったりしますけど、こちらの商品ならそのままお鍋に入れるだけですからね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。イエイ。さあ、それではまだまだご紹介していきますよ。山西さん、続いての商品はこちらです。じゃん。はい、続いては下関フグ老舗丼屋山西水産さんの下関直送フグ炊き込みご飯の素3号用、お値段が1,300円、それぐらいね、本当高級感がある、ごめんなさい、お値段がなんと1380円です。安い。山西さん、私驚いて間違えちゃいましたけど、はい、1300円。いや、びっくりしました、僕もそうですよね、1380円。はい、このお値段で本当にいいんですか。はい、いや、このお値段で大丈夫ですよ。1380円で大丈夫です、はい、いやー、はい、なんか不安になっちゃいますよね、こっちが本当にこの値段だったらお母さんとかにプレゼントとかもし、うん、実家に送りますよ。確かにね、本当に。こちらの商品の特徴はどんなところでしょうか。こちらはですね、あのフグスープにも使用したですね、フグのアランと、まあ、中骨をふんだんに使った出汁が入ってますんで、あの炊き上がった時にフグの香りがすごいします。さあ、実際にこちらスタジオにもございますので3人にね、試食していただきましょう。今本当に私見てびっくりしたんですけども、フグの切り身、フグの身がすごいたくさん入ってますよね。あ、そうですね、こちらは骨を取ったあのフグを、まあ、そのまま食べられる状態の身をですね、たくさん入れてますんで、まあ、あの他の他社の商品には負けない美味しいフグ飯になってます。うわー、3人じゃあぜひ食べてみてください。いただきます。どうぞ。うん、すごい、口に入れた瞬間めっちゃフグの味がある。うん、ね、身がすごい柔らかい。なんかちょっとしか食べてないのに、うん、魚が入ってる、フグが入ってるね、だからそれだけたくさんの量フグが入っているということなんですね。うんうん、いただきます。うん、ほんとだ、フグのその旨味っていうのがご飯にも染み渡ってるし、うんうん、もちろんフグの身もふっくらとして美味しいです。うん、まらないですね。これしかも簡単に作ることができるんですよね。作り方を教えていただけますか。はい、こちらはストレートタイプになりますんで、うんうん、3合用の、まあ、洗ったお米をですね、はい、
一緒にこのフグの炊き込みご飯の素と入れて炊くだけです。うわ簡単、本当に簡単だから。ね、これだったらサニーは料理とかしますか？しないんですけど炊くだけならできますね。そう炊くだけだからね、はい、本当に簡単に作れると思います、うん、そしての届いた際このようにねフグ炊き込みご飯の調理方法も一緒にねお届けいたしますので、こちらで見ていただければすぐに作ることができると思います。このような調理方法が入っているのも親切でありがたいですよね、はい、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当に美味しいフグの出汁がしっかりと効いた炊き込みご飯になっております。それではおさらいしていきましょう。下関フグ老舗丼屋山西水産さんの下関直送フグ炊き込みご飯の素3号よ、お値段1380円です。このお値段だからもうたくさん買いたくなっちゃいますね。いやまとめ買いしたくなりますよ、ね、これは。それであの、うん、さっきのフグ鍋と一緒に、うん、もうフグパーティー、フグパー最高、フグパしたい、しようメンバーでします。ぜひ7人いるけど7人割り勘して、うんうん、めっちゃ安くフグパしてください。フグパしますさあということで3商品ご紹介いたしました。山西さんでは最後にですね、はい、番組をご覧の皆さんにメッセージお願いいたします。はい、当社はですね、まあ、私がまあフグを仕入れてるのもそうなんですけど、まあ、顔の見える店舗さんということで、まあ、その顔の見えるフグ屋さんということをすごいアピールしたいなと思ってまして、まあ、これからもフグの仕入れから、まあ、お客様に届けるまでですねしっかり私が責任を持ってお届けしたいと思ってますんで、ぜひぜひ、当店に、まあ、楽天のサイトですね見ていただければなと思っております。よろしくお願いします。はい、山西さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、明日は3時半起きですか？あーですね、はい、頑張ってください、ね、じゃあすぐ寝てください。ありがとうございました。失礼いたします。はい、さあ山西さんにご登場いただきました。いや美味しかったです。美味しかったです。本当にね、後でもっと食べましょう、ね、食べましょう。さあここでお知らせです。私たちと一緒に、このようにお店や商品を PR してくれる楽店舗さんを大募集しています。こちらの宛先までご応募ください。以上今日の楽店舗さんのコーナーでした。続いてはゴーゴー楽天スポーツのコーナー、イエーイ。さあということで楽天ゴールデンイーグルス、本日は試合がありませんでしたが、先日ですね私が取材に行って楽天ダイヤモンド会員の則本投手と守護神松井投手にインタビューしてきた模様を本日はお届けいたします。この番組でしか見れない独占映像となっておりますのでぜひご覧ください。それでは VTR をどうぞ。則本松井のダイヤモンド会員への道。今回は全4回にわたって則本投手にダイヤモンド会員への道、道のりを説明していただきます。ポイントを教えていただきましょう。ではまず一つ目、則本投手教えてください。まずはね、本当に大型商品、購入することが大事かな、うんうん、なるほど、はい、そうなんですよ。松戸市聞いてますか？聞いてないです。ちょっと東京。大型のセールイベントっていうのがあって、はい、そういうところで商品を買うとね、はい、いいっていうお話ですよね。そうですね、はい、最近なんか大きい買い物とかされました？最近ですか、うん、なんかこの前スマートセグウェイを買われたっていうお話聞いたんですけど、はい、結構前ですよね、はい、それ去年ですね。はい、まあでもそれでだいぶポイントは貯まりましたからね。おー、やっぱそういう大型のもの、今欲しいものとかありますか？欲しいものですか？あんまないですね、物欲もあんまないんで。そうなんですか、はい、まあでもスニーカーとか買いました。おー、はい、フィリップモデルっていうあのやつなんですけど、ね、うん、はい、ちょっとお高い感じで、あー、はい、おー、ポイント稼ぎました。ありがとうございます。じゃあ最後に番組をご覧の皆さんにメッセージをお願いします。はい、楽天市場でたくさん購入して、ハッピーになりましょう。ダイヤモンド管理は最高です。あの楽天イーグルスで勝てばポイント2倍になるので、これから毎日ポイント2倍が続くと思うんで、お買い物をたくさんしてまずは、僕と同じプラチナ会員から始めましょう。
ありがとうございました。お二人ありがとうございました。はい、ということで、まあ、お二人にダイヤモンド会員への道ということでね、則本投手にはポイント教えていただきました、はい、あの先ほど VTR でもね松井投手言ってましたけど、はい、楽天ゴールデンイーグルスが勝ちますと、はい、次の日の楽天ポイントが2倍になりますので、ぜひ皆さんも一緒に応援していただければと思います。楽天ゴールデンイーグルス今後のスケジュール見ていきましょう。また明日から試合が続きます、はい、ぜひぜひ皆さん応援をよろしくお願いいたします。以上ゴーゴー楽天スポーツのコーナーでした。イエイ。さあ続いては今月のプレゼントのお知らせです。今月のプレゼントはグリーンハウスのスタンド型ビアサーバーです。市販の缶ビールをセットすれば自宅でビアホール気分、クリーミーな泡は舌触り滑らかで絶品です。今月のプレゼントは毎月末に当選が決まります。そしてですね、私たちが出ているこの画面のすぐ下、今見てくれているあなたにプレゼントが当たるをチェックしていただきますと毎日エントリー完了です。毎日エントリーしていただきますとプレゼントの当選確率がアップします。今日のエントリーもお忘れなく。以上今月のプレゼントのお知らせでした。さあ9時からお送りしてきました楽天スーパーライブ TV、 エンディングのお時間でございます。今日は秋渋プロジェクトから3名のメンバーに来ていただきました、はいはい、ありがとうございます。番組どうでしたか？楽しかったです。楽しかったし、楽しかったし、もう最高でした。最高でした。もう今日は本当にありがとうございました。では最後にですね、メンバーから番組をご覧の皆さんにお知らせがあるということですので、はい、こちらのカメラに向かってお願いいたします。はい、私たち秋渋プロジェクトは毎週水曜日に東京にあるツインボックス秋葉原というところで定期公演を行っております。そして、その他にも土日には台湾ライブなどにたくさん出演しているのでツイッターなどチェックして遊びに来てください。そして現在私たち秋渋プロジェクトの新メンバーオーディションが開催されています。イエイ。そうなんだ。はい、少しでも気になる女の子がいましたらぜひ一度私たちのライブに遊びに来て私たちの本気のライブを見て頑張ろうって思ってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、やっぱりじゃあライブを定期的にやってるから盛り上がりそうですね、はい、盛り上がりそうです、はい、どんな曲歌われてるんですか？結構幅広い感じで、かっこいいから可愛いので、あ、じゃあダンスとかもあったり、はい、結構踊る系が多いです。おー、フグ食べて力つけて、そうだね、そうですね、コラーゲンでね、はい、ぜひぜひおすすめになっております。さあ今日は秋渋プロジェクトのメンバー船木沙織さん、ケラヒナコさん、田口美宏さんをお迎えいたしました。それでは最後、あ、そうだ、明日のちょっとお知らせしていいですか？はい、明日もですね、夜9時から生放送楽天スーパーライブ TV。 明日の楽天舗さんはインテリア備長炭のイニシエの炎さんです。スタジオに来てくださいますので明日も夜9時から生放送をご覧ください。それではカメラに向かって最後はバイバイでお別れしましょう、はい、せーの、バイバーイ。私が考えた商品になってます。わー、ありがとうございます。さあということで、はい、3人が食べたいと、はい、じゃーん、スタジオにご用意しました。待ってました。やばい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっとですね、お鍋ありますので、じゃーん、やばい、すごいいい匂いしてる、ね、すごい、すごい、本当にいい匂いしてるんですよ。いい、じゃあちょっとね、これ装わせていただきます。私がありがとうございます。ハイフグのつみれもしっかりと入っておりますのでね、初めて食べますフグのつみれ今日。あ、ね、本当ですか、はい、やばい、これもはい、自家製のつみれなんでぜひ食べてください。あれ、切り身も入ってますから、やばい、これやっぱりゴロゴロと切り身も入っているのが特徴ですよね。そうですね、はい、あの食べやすいサイズに切ってますんで、はい、じゃあちょっと3人にもね、はい、食べていただきましょう。こちらの入っているものなんですが、フグ鍋用の切り身、フグつみれ、ポン酢、もみじおろしとなっております。いいでしょ？いいですか？はい、皆さんで食べてください。いただきます。どうぞ。いただきます。さあどうですか？うーん、
美味しい。やばいですね。美味しい。ちょっとじゃ あ今つみれ食べてますね。つみれのお味はどうですか。めっちゃ柔らかくて、え、美味しいです。なんか初めて食べました。しっかりしてます。なんか、なんつんですか。その食感が。食感です。で切り身はどうですか。いや。もうこれ美味しすぎて、うんうん、あのなんだろう、この値段じゃダメな気がします。確かに本当に、うん、なんか本当のやつ、あの冷凍とかなんかそういうやつじゃなくて、うん、お店で食べるって感じがやっぱりこだわってますよね、うん、山西さん、ありがとうございます。うもうこれはですね、あのふぐ鍋した後にですね、ふぐ添え水をぜひ食べていただきたいですね。なるほど、このふぐの美味しさが出たふぐ雑炊。そうですね、ふぐの出汁が出た最後のあのフグの残り汁でフグ雑炊をしっかり食べていただきたいと思ってます。おいしそう。このような形でね、みんなで本当フグ鍋を楽しむことができます。でフグ、このつみれの魅力っていうところも教えていただけますか。つみれはですね、はい、あの当社独自のも配合で、うんうん、あのうちで全部作ってますんで、はい、味付けも全部こう、あ、これが美味しいやないかなっていう味付けでやってますんで、僕が美味しいなと思ってる味付けになります。あ、一番大事。美味しいです。美味しいです。美味しいです。で、このフグのつみれにはフグの皮も入っていてコラーゲンたっぷりなんですよね。そうですね、女性にも嬉しいコラーゲン入りのつみれになってます。フグって結構コラーゲン含んでる感じなんですね。あの皮にですね、うん、コラーゲンが結構含まれてまして、じゃあこのつみれはいいね、はい、なんか女心分かってますね、うん、山西さん次の日すごい肌良さそう、ねね、食べた瞬間すごい体がホクホクしてきました、ね、あ、やっぱりお鍋ね、これから寒くなってくると本当に美味しいですから、うん、はい、ぜひ皆さんで試していただきたいと思います。それではおさらいしていきましょう。下関フグ老舗丼屋山西水産さんの天然フグ鍋フグつみれセット、2人前から3人前でお値段が3480円です。もちろん日本海で獲れた山口県産の天然マフグを楽しめるセットになっております。アラなしの切り身のみ、カットもしてありますので、そのままお鍋に入れるだけのとっても簡単にできちゃうセットなんです。こう下準備とかがちょっとね、めんどくさかったりしますけど、はい、こちらの商品ならそのままお鍋に入れるだけですからね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。イエイ。さあ、それではまだまだご紹介していきますよ。山西さん、続いての商品はこちらです。じゃん。はい、続いては下関フグ老舗丼屋山西水産さんの下関直送フグ炊き込みご飯の素3合用、お値段が1,300円、ごめんなさい、それぐらいね、本当高級感がある、ごめんなさい、お値段がなんと1,380円です。安い。山西さん、私驚いて間違えちゃいましたけど、はい、1,380円。いや、びっくりしました、僕もそうですよね、1,380円。はい、このお値段で本当にいいんですか。はい、いや、このお値段で大丈夫ですよ。1,380円で大丈夫です、はい、いやー、はい、なんか不安になっちゃいますよね、こっちが本当にこの値段だったらお母さんとかにプレゼントとかも、うん、実家に送りますよ。確かにね、本当に。こちらの商品の特徴はどんなところでしょうか。こちらはですね、あのフグスープにも使用したですね、うんうん、フグのアランと、まあ、中骨をふんだんに使った出汁が入ってますんで、あの炊き上がった時にフグの香りがすごいします。さあ、実際にこちらスタジオにもございますので3人にね、試食していただきましょう。今本当に私見てびっくりしたんですけども、フグの切り身、フグの身がすごいたくさん入ってますよね。あ、そうですね、こちらは骨を取ったあのフグを、まあ、そのまま食べられる状態の身をですね、たくさん入れてますんで、まあ、あの他の他社の商品には負けない美味しいフグ飯になってます。うわー、3人じゃあぜひ食べてみてください、はい、いただきます。9月26日月曜日、時刻は9時になりました。こんばんは、とうつかのみこです。今日も楽天スーパーライブ TV 生放送でお送りいたします。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、ということで早速ですが、今日もゲストの方に来ていただいております。お呼びいたしましょう。秋渋プロジェクトのメンバーの皆さんです。イエーイ。
皆さんこんばんは。私たちアクシュープロジェクトです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあではまずはこちらのカメラに向かって皆さんお一人ずつ自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、はい、サオリンこと船木沙織です。よろしくお願いします。はい、ひなひことけらひなこです。よろしくお願いします。お願いします。はい、みーちゃんこと田口みーろです。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。さあ元気いっぱいの3人ですけども、はい、まずは秋渋プロジェクトまとめてみました。こちらです。普段は7名で活動されてるんですね。はい、はい、そうです。秋渋プロジェクトっていうのはどんなグループなんですか。はい、私たち秋渋プロジェクトは秋葉原の文化と渋谷の文化の融合をコンセプトに活動している7人組のアイドルグループです。なるほど、はい、秋葉原と渋谷で頭文字を取って秋渋プロジェクト。え、今日のちょっと秋葉原の要素はどんなところですか。あ、なんか心の中に秋葉原と渋谷がいるっていうコンセプトなんですよ。見た目は渋谷っぽかったりするんですけど、確かにちょっと見た目は渋谷とかにいそうな、ね、中身はね、アイドルが好きだったり、はい、結構アニメが好きだったり。へー、あ、面白いですね、はい、あ、そういうアイドルということですので皆さんぜひチェックしてみてください。あ、すごい、みんなそれぞれじゃ心の中には秋葉原を持っていると、はい、いうことなんですね。はい、今日はちょっとじゃあ秋葉原の部分も見せてもらえ、はい、もらえたりもらえなかったり、はいはい、もしかしたら見れちゃうかもしれないです。垣間見えちゃうかもしれないですね、はい、じゃあ楽しみにしております。そんな秋渋プロジェクトさんをお迎えしてまずはタイトルコールいきましょう。はい、せーの、楽天スーパーライブ TV スタート。さあまずは本日の目玉商品からご紹介です。今日の目玉はこちら、東華堂テレビショッピング楽天市場店さんの象印 IH 炊飯ジャー極め炊き、お値段が 15,984 円です。こちらは強火で炊き続けるので芯までふっくら、最適な火加減で温度コントロール、30時間美味しく保温可能です。お手入れが楽々、内蓋は取り外して洗えます。楽天スーパーディール対象商品なので 20% のポイントバック、今だけのとってもお得な商品です。さあ今日の目玉は私たちが出ているこの画面のすぐ下、こちらですね、今日の目玉をクリックしていただきますと詳細ページに行くことができます。ぜひこちらをクリックしてチェックしてみてください。秋、食欲の秋でもありますからね、ぜひ美味しくお米も炊いていただきたいと思います、はい、以上本日の目玉商品のご紹介でした。続いては今日の楽天舗さんのコーナー、イエーイ。はい、このコーナーは月曜日から金曜日まで日替わりで楽天市場のショップさんにご登場いただき、おすすめ商品をご紹介していきます。ショップさんの思いやこだわりを直接聞けるチャンスです。また皆さんのおすすめ商品との出会いの場でもありますので要チェックです。さあ本日のご登場は下関ふぐ老舗丼屋山西水産さんです。どんなショップさんなんでしょうか。まずはこちらをご覧ください。下関ふぐ老舗丼屋山西水産さんは明治12年に創業、ふぐの本場下関で魚の加工販売をしています。市場で競り落とした魚は処理施設で素早く加工、創業から130年以上安心安全な商品を提供し続けています。メイン商品のフグは昔から変わらず地元下関で獲れる天然のフグを使用、経験豊富なフグ職人が鮮度にこだわって調理し旬の味を食卓へお届けします。フグ本来の上品な味わいを楽しめる山西水産さんの商品、皆さんもぜひ味わってみてはいかがでしょうか。
さあ本日はフグ老舗丼屋山西の店長山西慎介さんとお電話バイバーがつながっております。山西さんこんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということでですね、まずは、お店についてお話をお伺いしていこうと思うんですが、はい、どんな商品のあるお店なんでしょうか。当社はですね、私店長が毎朝3時に起きて仕入れたフグを、私がさばいてですね、まあ、皆さんですね、会社のみんなとさばいて、まあ、幸福が来るようにっていうことでフグ、フグじゃなくてフグって下関では呼びます、あ、じゃあそういう意味ではフグって結構縁起のいい食べ物でもあるんですね。そうですね、はい、やっぱ贈り物にされるとやっぱ皆さん喜ばれますし、はい、やっぱお正月とかですね、そういう皆さんが家族が集まる時とか親戚が集まる時は、まあ、記念にということでフグを召し上がる方は、まあ、今でも多いと思います。うわー、やべたいね、食べたいよね。食べたいです。いや早速そんな山西水産さんの商品ご紹介していきたいと思います。イエーイ。ではまず最初の商品いきましょう。こちらです、どうぞ。はい、下関ふぐ老舗丼屋、山西水産さんの鍋だんらんてっちりしゃぶ鍋セット、お値段4980円です。こちらはどんなセットでしょうか、山西さん。はい、こちらはですね、当社の売れ筋商品になってまして、フグ鍋、フグのしゃぶしゃぶですね、あとフグのつみれ、3つの味が楽しめる、量もたっぷり入ったフグ鍋セットになってます。うわー、贅沢な詰め合わせセットということで、このような形で、実際に楽天市場で注文していただきますと冷凍の状態で届きます。こんな感じですね。はい、で産地よりのメッセージも入っています。ちょっと内容を見ていきましょうかね。まず、はい、こちらフグの身ですね、入っております。美味しそう。そしてフグのしゃぶしゃぶですね。わー、これすごい。フグしゃぶ食べたい。そしてつみれ、つみれです、食べたい。おい、そしてそしてそしてじゃーん、フグスープも入っております。食べたい、飲みたい。わー、イエーイ。おいさん、これフグスープもこだわりがあるんじゃないですか。はい、こちらのフグスープはですね、フグのアラとか中骨とかが、まあ、ありますんで、それをしっかり長時間煮込んでですね、はい、はい、まあ、それを濃縮したスープになってます。うわー美味しいよね。でやっぱりこのフグのしゃぶしゃぶがついているっていうところも特徴の一つだと思うんですが、はい、このフグのしゃぶしゃぶはどのようにして食べるのが美味しいんでしょうか。これはですね、しゃぶしゃぶはまあ、お鍋をね、お野菜と一緒に煮るときにですね、こう沸騰したお湯にこうしゃぶしゃぶと1秒から2秒ぐらいさっと火を通して、まあ、それをポン酢とポン酢さっとつけて食べると。あ、はい、しかもなんとこのポン酢ともみじおろしまでついておりますから、さすがです。はい、もうね、この一箱届けばみんなで、はい、鍋パーティーやばい、できちゃいますね。できちゃいます。豪華な3つ楽しめますからね。なんかフグしゃぶって高いくて食べれないイメージあるんですけど、はい、うん、これやったらもうフグしゃぶ食べれるし、他のも食べれるし、ね、神な一品だと思います。本当にね、これてっちりしゃぶ鍋セットってあるんですけども、やっぱりてっちりフグのお鍋は昔から愛されてきたんですかね。そうですね、やっぱりフグは縁起物ということでですね、まあ、先ほど申し上げましたけど、贈り物とかにですね、長年使われてますんで、まあ、これからもフグとかを贈り物に選んでいただけたらなとは思ってます。確かに贈り物で贈られてきて、特別な日にフグを食べる、いいよね。そうですね、嬉しい、嬉しい。これ来たらもう最高だよね。もうその日に食べる、その日今食べようって。ちょっとみんなのこのフグの鍋を食べたい特別な日はどういう日ですか。やっぱライブ前とか、あ、ライブ前、ライブ後とか、そのなんか元気も出そうだよね。力つけるときに食べたいです。うわー、いいね。まあ、いいですね。なんかアケシブプロジェクトのメンバーがライブ前にてっちり食べてるんだけど、かなり
なんかいい、いいよね、いいですよね、山西さんね。ぜひお願いします。ねえ、おすすめです。お願いします。いや、本当にスープからすべてついているこちらのセット、ちょっとおさらいしていきましょう。下関ふぐ老舗丼屋山西水産さんの鍋らんらんてっちりしゃぶ鍋セット、お値段も4980円。このお値段だったらみんなでも手が届きそうだよね。そうですね、みんなでね、みんなで割って割り勘して食べます。そうだよね、割り勘したら結構お値段お買い得だと思います。いやー、でもこれもう、うん、あの家族お母さんとかに頼んで買ってもらいたいぐらいの内容です。いや、こうなってくるとやっぱりみんな食べたいな。食べたいです。食べたい、食べたいです。そっか、続いての商品いきましょう。続いての商品はこちらです。続いてはこちら、下関ふぐ老舗丼屋山西水産さんの天然ふぐ鍋ふぐつみれセット、2人前から3人前、お値段が3480円です。山西さん、こちらのセットの特徴はどんなところでしょうか。はい、こちらはですね、フグ鍋とフグのつみれが楽しめるフグ鍋セットになっております。うんうんうん、お値段がですね、はい、先ほどよりお買い得ですね。はい、そうですね、こちらはあのお客様からの要望もありまして、やっぱりあの、まあ、すぐで高いんじゃないのっていうところで、贈り物にもなかなか選びにくいということで、まあ、少しお値段を下げたふぐ鍋セットを作ってくれないかっていう、まあ、要望もありましたので、はい、まあ、それに基づいて、まああの皆さんの食卓へあのふぐ鍋とかふぐのお刺身とかをお届けする店舗になっております。山西さん、ご自身で仕入れに行っているんですか。はい、毎朝3時に起きて競りに行きます。じゃあ実際今日も行かれたり。そう、はい、今日も行ってきまして、今日はたまたまあのフグの競りの式がありまして、はい、あの結構ニュースでもあの夕方ニュースでも出てました。フグの初競りですか。はい、あの今からがあのフグのシーズンに入りますよということで、はい、すごい、あのフグの初競り式ということで報道陣の方もいっぱい来てました。あ、じゃあこれからがまさにフグの旬なんですか。そうですね、今から寒くなってくると、まあ、お鍋のおいしい季節になりますし、フグもおいしい季節になってきます。うわー、すごい、食べたい、食べたい、おいしい。もそして先ほど VTR にもありましたが、創業130年以上なんですよね。そうなんですね、うち私から言うとひいおじいちゃんぐらいからやってる魚屋さんになりまして、はい、やっぱりこう結構長いですよね。歴史があるからこそのこう信頼があるんですよね。はい、まあ、それを守るためにですね、私もあのこの代でちゃんとできるようにですね、毎日頑張ってます。おー、いやー、さすがです。さすがです。そして仕入れからすべて行っているということで、やっぱり苦労とかもあるんじゃないですか。やっぱり起きるのが大変ですね。あね、これって寝坊しちゃったりしたことってあるんですか。うんうん、まあ何回かはありますね。はい、やっぱりそうなんですね。でもそうですよね、やっぱり早すぎるから ね。他にも、まあ、その日によってやっぱりフグの品質とか変わってきますものね。もちろんですね、毎日変わりますんで、うん、はい、やっぱりそれを見極める目というものを山西さんお持ちということですよね。まだまだこれからですけど、まあ、一応毎日フグ見て頑張って仕事します。うわ、下関はやっぱりフグの産地でもありますよね。フグ の流通がまあ日本一でですね、日本各地からフグが集まってきますので、うん、まあ、それを目利きして、まあ、あの鮮度がいいものを見て、まあ、それを仕入れてるっていうことですね。お、まあ、山西さん、先ほどお話にまだこれからですけどという言葉もありましたが、何かこう先代からいろいろフグの目利きとか伝授された部分ってあるんですか。いや、もう毎日フグを見ろと。へえ、もうその結構ざっくりとしたアドバイスなんですか。まあ、でも今そうですね、今も私も毎日見てますけど、毎日見ないと、うん、あの目の輝きとかがやっぱ違うんですよね。目の輝き、そんな見たことないですもん。こちら、なんかそんななんかそんな見えるものじゃないじゃないですか。ね、正直水族館とかでね見るぐらいですから、は
すごい。あ、まあそうですね、はい、いやでも仕入れもまあもちろん大変ですが、その後の仕込み処理もやっぱりフグは大変なんじゃないですか、うん、そうですね、私も一応フグの処理師免許持ってますんで、はい、まあ、それをさばいて、うん、まあ、しっかり早いうちに加工するっていうことがやっぱ一番大事ですね。あ、やっぱり鮮度というのも大事になってくるんですね、はい、鮮度が一番大事じゃないですかね。これ仕込みは、山西さんご本人でやられてるんですか？まあ、私も含めてあの従業員さんもいますんで、はい、朝みんなあのパートのお坊さんとかもいますんで、あ、職人さんもいらっしゃる。はい、一緒にあのさばいていろいろ加工してますんで。すごい。あのご自身で試食したりもするんですか？まあ、あの一応作った時はやっぱ食べますよね。おー、いいな、はい、ちょっと羨ましいっていうね、思うところもありますけどね、はい。さあ、そしてあの先ほど VTR になんかこう海に向かってお札とかを巻いてるなんか儀式みたいなのがあったんですけど、 あ、はい、あれって何なんですか？あのフグのまあ放流なんですよね。あの毎年そのまあフグが毎年放流になりますようにっていうことで、うんうん、あのまあフグ業者一堂に会してさ集まって、フグの稚魚を放流するっていう、まあ、儀式っていう、毎年やってる儀式なんですけど。へー。じゃあそういう儀式にも山西さんご参加されるんですか？はい、そうですね。やっぱりイベントごとにはやっぱ伝統の行事なのであの参加してます。はー、すごいですね。すごい。ね、あと山西さん、今後ろにアンコウっていう旗が立ってるんですけど、はい、あ、これですね。ちょっとこれも、あ、ごめんなさい、ちょっとこれも気になっちゃいましたよね。ちっちゃい、めっちゃでかいやつかと思って。いや、遠近法だと思ったら、いや、ちっちゃいもの。見えますか？見えます。下関はですね、はい、アンコウの水揚げが実は日本一でして、はい、まあ、当社もあんこを売ってるんですけど、はい、まあ、まだまだやっぱりフグの方がやっぱ知名度が高いんで、確かにそうですね、まあ、あんこも売りたいなということで、ちょっと今日は後ろにちょっと旗を置いてます。ちっちゃいミニマムな。楽天市場の店舗にもあんこの商品はあるんですか？あ、うちにも置いてますんで。お、はい、食べれるんですね、これで楽天店で。で、あと後ろにね、フグって書いてある、フグじゃなくてフグって書いてあるんですけど、あ、本ですか？あ、そう、あのアンコウの後ろ、それフグって地元では言うんですか？地元はフグって言うんですよね。へー、どうぞ。うん、すごい、口に入れた瞬間めっちゃフグの味がある。ね、身がすごい柔らかい。なんかちょっとしか食べてないのに、うん、魚が入ってる、フグが入ってるね、だからそれだけたくさんの量フグが入っているということなんですね、うんうん、いただきます。うん、ほんとだ、フグのその旨味っていうのがご飯にも染み渡ってるし、うん、もちろんフグの身もふっくらとして美味しいです。うまいですね。これしかも簡単に作ることができるんですよね。作り方教えていただけますか？はい、こちらはストレートタイプになりますんで、産後用の、まあ、洗ったお米をですね、はい、一緒にこのフグの炊き込みご飯の素と入れて炊くだけです。うわ、簡単、本当に簡単だから。これだったら3人は料理とかしますか？しないんですけど炊くだけならできますね。そう、炊くだけだからね、はい、本当に簡単に作れると思います。そしての届いた際、このようにね、フグ炊き込みご飯の調理方法も一緒にねお届けいたしますので、こちらで見ていただければすぐに作ることができると思います。このような調理方法が入っているのも親切でありがたいですよね、はい、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当に美味しいフグの出汁がしっかりと効いた炊き込みご飯になっております。それではおさらいしていきましょう。下関フグ老舗丼屋山西水産さんの下関直送フグ炊き込みご飯の素3合用、お値段1380円です。このお値段だからもうたくさん買いたくなっちゃいますね。いや、まとめ買いしたくなりますよ、ね、これは。それであの、うん、さっきのフグ鍋と一緒に、うん、もうフグパーティー、フグパー、最高、フグパーしたい、しよう、メンバーでします。ぜひ7人いるけど割り勘して、うんうん、めっちゃ安く、うん、フグパーしてください。フグパーします。さ
さあということで3商品ご紹介いたしました。山西さん、では最後にですね、はい、番組をご覧の皆さんにメッセージお願いいたします。はい、当社はですね、私がフグを仕入れてるのもそうなんですけど、顔の見える店舗さんということで、その顔の見えるフグ屋さんということをすごいアピールしたいなと思ってまして、これからもフグの仕入れから、お客様に届けるまでですね、しっかり私が責任を持ってお届けしたいと思ってますんで、ぜひぜひ、当店に、楽天のサイトですね、見ていただければなと思っております。よろしくお願いします。はい、山西さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、明日も3時半起きですか？あーですね、はい、頑張ってください。じゃあすぐ寝てください。ありがとうございました。失礼いたします。さあ、山西さんにご登場いただきました。いやー、美味しかったです。美味しかったです。本当にね、後でもっと食べましょう、ね、食べましょう。さあ、ここでお知らせです。私たちと一緒に、このようにお店や商品を PR してくれる楽天舗さんを大募集しています。こちらの宛先までご応募ください。以上、今日の楽天舗さんのコーナーでした。続いてはゴーゴー楽天スポーツのコーナー。イエーイ。さあ、ということで楽天ゴールデンイーグルス、本日は試合がありませんでしたが、先日ですね、私が取材に行ってで、楽天ダイヤモンド会員の則本投手と守護神松井投手にインタビューしてきた模様を本日はお届けいたします。この番組でしか見れない独占映像となっておりますので、ぜひご覧ください。それでは VTR をどうぞ。則本松井のダイヤモンド会員への道。今回は全4回にわたって則本投手にダイヤモンド会員への道のりを説明していただきます。ポイントを教えていただきましょう。ではまず一つ目、則本投手教えてください。まずはね、本当に大型商品、購入することが大事かな、なるほど、そうなんですよね。松井投手聞いてますか？聞いてないです、ちょっと聞きましょう。大型のセールイベントっていうのがあって、はい、そういうところで商品を買うとね、はい、いいっていうお話ですよね。そうですね、はい。最近なんか大きい買い物とかされました？最近ですか、うん、なんかこの前スマートセグウェイを買われたっていうお話聞いたんですけど、はい、結構前ですよね、はい、それ去年ですね。でもそれでだいぶポイントは貯まりましたからね。おー、やっぱそういう大型のもの、今欲しいものとかありますか？欲しいものですか？あんまないですね、物欲もあんまないんで。そうなんですね、はい、でもスニーカーとか買いました。おー、はい、フィリップモデルっていうやつなんですけど、はい、ちょっとお高い感じで、あ、はい、おポイント稼ぎました。ありがとうございます。じゃあ最後に番組をご覧の皆さんにメッセージをお願いします。はい、楽天市場でたくさん購入して、ハッピーになりましょう。ダイヤモンド管理は最高です。楽天イーグルスで勝てばポイント2倍になるので、これから毎日ポイント2倍が続くと思うんで、お買い物をたくさんして、まずは、僕と同じプラチナ会員から始めましょう。ありがとうございました。お二人ありがとうございました。はい、ということで、お二人にダイヤモンド会員への道ということでね、則本投手にはポイント、はい、教えていただきました。はい、先ほど VTR でもね、松井投手言ってましたけど、はい、